これはウィナーズのスターティングメンバーです。システムは 4-4-2、 ゴールキーパーはケイスケ、ディフェンスライン右からかける、マキヒカ、シゲ、アザスの4人、中盤センターに翔平とウンパルンパ、右サイドマス、左サイドコウジロウ、そして2トップはタカとエンケンです。スマイラーズのフォーメーションは 4-1-2-3、 ゴールキーパー岸、ディフェンスライン右から杉山、ガッパイ、高島、三浦、牧野の4人、中盤はアンカーにパナ、センター2枚比嘉、俊平、右ウィングに岡田、左ウィングに菅井、ワントップは小田です。スマイラーズ、そしておなじみウィナーズシャツでのゲームになります。右エンドにウィナーズが取っています。さあいきなり右サイド、エンケンのマイナスからチャンス、来ます。いきなり来た、いきなり来た、なんとたった20数秒、電光石火の一撃、縦の素晴らしい突破でした。エンケン、マイナスを見事に仕留めました。これは非常に綺麗な突破から最後マッスーが仕留めました。なんとウィナーズユニカゴダンス。さあ点を取ったからといって緩める、そんな空気はありません。高いった、高いった、行ってあげた、ガッパイロングフィード、うまく当てます。8番の比嘉来た、比嘉元気のスルーパス、下がりながらアザスのクリアです。セカンドボール、11番の俊平が拾いました。今度は左のサイド、牧野が出てきます。牧野明穂です。真ん中から俊平が逆サイドに展開しました。こちら杉山は右サイドバック、背後胸トラップ、踏み込んで小田が打ちに行く。スマイラーズも負けていません。右サイドから少し角度をつけた浮き球、ナイストラップからの小田、最後牧比嘉のクリアです。俊平が蹴ります。外側、おもしろい、ヘディング折り返し、ナイスシュートでした。しかしながらしのぎました。これは際どいチャンスでした。俊平のコーナーから逆サイドのヘッダー、圭介がここはよくしのいでくれました。俊平いいボールを蹴ります。これはどうかな、おお狙ってきたか、直接狙ってきました。右サイドバック2番をつけています、杉山俊樹。下がったのは14番ストライカーの小田、おっと奪った、真ん中だ、高木田、セカンドボール、ウンパルンパ、ヘディングで幸次郎が跳ね返します。さあ翔平も競った、ひっくり返す、ストライカーの小田、小田行く、まだ行く、ちょんまげ小田のパス、このボールはちょっと長すぎました。これはシゲがカバーします。まあこれはクリアに逃げた形ですが、タカ強い、タカ前に出した、懸命にコウジロウ、チラッと中を見る、コウジロウ手前に入れてきました。チャンスでした。ウィナーズ、タカが流してコウジロウがここに抜けます。丁寧に折り返してのチャンス、東のナイスクリアで、に VAR はありません。どうかな、オーバーヘッドはできない、半身のボレー、じわじわと前に進もうというスマイラーズ。ウンパルンパ、ウンパルンパ、かなり深いところまで来た、コウジロウプレス、さあ高いく、こぼれ球、エンケンが反応した、ショートしています。後ろ向きを収めたタカ、さあエンケンを走らせるラフな浮き球、案外こういうのは怖いもんです。セカンドボール、エンケンが拾う、戻るスマイラーズ、ウンパフォロー、ウンパルンパ、あとはゴールキーパーの岸、プレッシャーがかかる、はめた、タカ押される、マッスーのパスです。エンケン流し込んだ、これはゴールキーパーの岸が出てきました。サインプレー不発のスマイラーズ、逆にロングパス1本、前に流したタカ、ガッパイ高島がつきます。おタカのクロス、逆サイド来た、たわない、もう一回パナがヘディングで立て、小田のところを翔平が挟んで奪って、さあ行く、翔平が行く、ゴール前マキヒカ上がった、あマキヒカ上がった、マキヒカがいた、こぼれ球、コウジロウどうかな、こぼれ球打てるかな、タカ打つ、決定機、1回はクロス当たったんですが、粘ったコウジロウから、
ゴール前には上がったまんまのシゲもいました。ここ最後はエースのタカであります。マッス義士を投入しています。マッス入れました。手前コースを変えた。ウィナーズ2点目。マッスのコーナーから手前でフリックしといて最後ゴール前シゲ詰めました。タカのフリック、そしてシゲのゴール。またまた深いところまで来た。円剣が体張って後ろから義士も来ます。えぐったタカの折り返し、深いところまでタカが来ました。まあなんといってもこのケイスケのキック、ジャイアントも飛びますがケイスケも飛びます。ゴールキーパースマイラーズボール、俊平入れた、ドア入れ替わった、チャンス、パナがいた、ナイスカバー。おのおのが立ち位置を取るゴール前、どこだ、外側、外側、岡田シュート。ウイング右から左にポジション変わりました。9番の岡田、この2番の杉山が競った後ろからフィニッシュしました。これでまた今度は逆コーナー、俊平は面白いところ入れてきた。ゴールキーパーが対応しにくいところを狙ったでしょうか。結構際どいボール、最後頭に当てたのは10番のパナであります。パナが下げないで前で高走る、三浦のカバーです。お高チャージ、スマイラーズも油断禁物、流れたボールを狙っていました。かける、さあ円剣追い越した、かける、とまずは残しに行きました。これはスマイラーズ、おっとクリアを拾った翔平、チャージしたが今ここでもらってサイドチェンジ、入ったばかりの拓也、うまくかわした、打ってきた、こぼれた、おっと顔に当たった。ちょっとゴールキーパーの植松選手の頭強襲したでしょうか、顔ですか、ちょっと嫌なところでバウンド。これはですから一度ベンチに退きます。さあ拓也でチャンスを作ったウィナーズ、おーコーナーキックから高野ヘディング、歩夢もまたなかなかいいボールを入れました。また手前だ、ヘディング流して左足クロスバー、決定機でした。最後翔ちゃん、なかなかいいボールです。手前でシゲがフリック、流れたボール翔ちゃんというチャンス、ワンタッチ粘った、円剣が取る。さあ高田、高の横パス止めた歩夢、ちょっとシュートコースがないんで高のマイナス、翔ちゃんが行くスルーからの落とし、踏み込んで高のシュート、こぼれ球どうか、長く左ポスト、ポロがある、連続の決定機。これはスマイラーズポストに救われました。後ろからアザスが出てきます。順平のスライディング、これは見事な攻撃でした。歩む落として高右足、キーパーナイスセーブの後左ポスト、歩むのシュートはポストに嫌われました。これも面白い球だ、ヘディングシュートからのオーバーヘッド、最後タカ。今日はスウィナーズ、左サイドに18番の立尾が入っています。あとは小田は左に回ったんですね。さあどうだ、これはウィナーズまたチャンス、クロスが来ます、宗戸が落としたチャンス、キーパーナイスセーブからフォローした、3点目来ました。サイドバックの位置からいいところに出てきました。
アイムのクロス、うまく高が落として、翔ちゃんです。ボール、まあ、一度はピッチに戻ってきましたゴールキーパーの岸がしのいだんですが、パラから奪った、歩が花道割って入って左足クロスバー、牧彦は深い位置まで持ってきた。おお、バウンドした高、三浦が体高、おー強い高、そして真ん中にいた拓也がマイナス、逆サイド、ギシまだあります、まだあります、まだあります、まだあったー、4点目、足を止めずに最後翔平か。最後の最後までゴール前集中しましたウィナーズ。拓也のマイナスからギシ、ちょっとミスヒットだったんです。その後翔平でした。引っかかったが反転から円剣、ここに4点目をお膳立てしました拓也。こぼれ球、いや高は強い、拓也来た、これはカバーがあります。ガッパイカ、おーとファール、歩む、このヘディングはどうか。試合終了の笛です。なんと第3節ウィナーズ芸人軍団スマイラーズ相手に、まっすー、しげ、しょうちゃん、翔平、4つのゴールを生んで 4-0 の快勝となりました。